どうぞ。めっちゃいいっすこれ。そう。変これ本物。いやいいちょっともうちょっとシールドちゃんと持ってきたかった。だいぶ早落ちしててこれ。欲しいわこれは。すごいいやすごい、いい表情してんないや欲しいいやなんか目標があって、ヴィンテージを眺めながらお酒を飲みたい、うん、それはもう今叶うで今買いに行ったらいいよコードだけでもギター再開してどれぐらい。半年。半年、うん、立てないいいよ、もっと強く弾いてる緊張するいいよ、いいよ、もっとバーンって弾かんと言おうとせへんから、もっといいよ、バーンって弾かんと言おうとせへんから、もっとガーンと、もっと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 もどうぞ。いやいや渡しましょう、手渡しでそれはそれは怖いし、まああのフェンダーやから倒れても折れることはないやろっていう。笑うしかね。笑うしかないです。この辺からボリューム上げていくと徐々に歪んでいく。うんうんこっちのボリューム。歪ましましょうか。こっちの。こっちの。笑顔に。おチャンネルリンク。前ね、石橋でやらなかったですね。そう、忘れてましたね。これそうこのボリュームでこんだけ変えれるっていうのがそのいいギターといいアンプの組み合わせやから本当にあの一番金のかかる娯楽。ヴィンテージやっぱギブソン欲しいかもしれないギブソン、はい、これ本物いい
そうそうそう、このね光り方が絶対これ覚えといて。これはジミーウォーレスで、ヴィンテージ。ああ全然違うしよ。デカルトか。これはあこれも本物です。これはテレキャスター。テレキャスター。これがフェンダージャパン、意外ですね。結構光る。プッシュにいてこの光るんだよ。ちょっと後で、あれを見せてもらう。シリアルにしてもらう。これが一番はっきりするな。これ全然ちゃうな。こんな感じですね。何の回やねん。何の回やねん。スタジオの人に注意されてる。